さあ本日は旬の真鯛を使ったレシピです。さあ本日もお願いいたします。今日はこの真鯛を使って美味しいね料理を作っていきますが、綺麗な色してます。さあでも真鯛の前にですね、実はこれも旬なんです。アサリをちょっと使おうかなっていう感じなんですけれども、なので今日はフライパンとちょっと深手なものを使っていただければ。まずアサリの方から。さあスープはフュメドポアソンというちょっとね魚介系のこのスープなんですが、なければもうコンソメとかブイヨン系とかでも大丈夫です。さあ熱していきながら、そこにこのアサリをねもう入れちゃいましょう。フレンチっぽいカジュアルな感じなんですけど、今日はとは言っても全然難しくなく本当に簡単にできるレシピです。でここに白ワインを、塩、もう今日はなんかこういうフレンチスタイルがちょっと5分10分ぐらいでねできちゃうんでちょっと嬉しいですよね。さあじゃあこのお魚マダイを使っていきますが、切っていきましょう。ちょっとねこの幅がある感じにね。で身はねそんなにすごい分厚いわけじゃないんですが、ちょっと切り込みをね入れてあげるといいんじゃないかなと思います。でここに塩を振ってあげましょう。さあいい感じにねアサリもね口が開きました。よし、じゃあここでフライパンなんですがちょっとオイルを入れ、さあこのフライパン十分に熱したところで、もう火通りは早いんでねさっと焼いていきます。まずちょっと皮の部分からもうバターを入れちゃいましょう。もう魚はもう動かさずにこのバターを溶かしていく。さあ外側ちょっと色が変わってきたんでひっくり返しましょうか。でもうここで火を止めちゃっていいです。もうすぐにもう火が入ります。魚はちょっとこの旨味のあるこのバターをねかけてあげて、よし、さあもう盛り付けですよ。で今日は、まあ、このままでもいいんですけど、ちょっと面白いことをします。なかなかこういうやり方をやらないと思うんですが、ちょっとローリエを今日は使おうかなと思います。これも結構なかなかねお家にあっても最後まで使い切れなかったりするんで、こういう時に使いましょう。で最初から入れてちょっと煮詰めちゃうとかなりこう味が強くちょっと出すぎちゃうんで、もう仕上げでいいです。少しこのローリエの香りを移すぐらいでいいので、もう仕上げに入れてあげて、さあまずはアサリから。もうこれも旬なんでね、もうガンガン乗っけちゃいましょう。アサリを乗せたらここでスープ、そしてこの上にちょっと面白いでしょ、マダイを乗せて少し黒胡椒を振りかけ、でこれがうまいんですよ。これが乗っかるとマダイで焼いたこのオイルとバター、ここにもねまたたくさんの旨味がありますから。そして最後はディルを、なかったら、まあ、なかなかないと思うんですけど、あとまあイタリアンパセリとかそういうのでもいいと思います。ひゅっと乗っけたらすごい素敵じゃないですか。今日はちょっと面白いものができましたね。とにかくもう旬が詰まった
このスープになってますんで、しかも食べ応えもあります。これはもうおすすめの一品に仕上がりました。アサリのスープ、マダイの背の完成です。それでは皆さん行きますよ。良い一日を。